やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。今日のお題は、じゃん。朝日新聞編集委員の台湾隔離日記が不謹慎、ピクニック気分だと炎上。はい、これ皆さんご存知ですか？ね、朝日新聞といえば最近、ちょっと前にツイッターで別の編集委員の人が某ウイルスは痛快ってね、ツイートしてめっちゃ炎上して不謹慎だって言われたのに、またですよ、連続して。今度は別の編集委員の方がね、もう駆け込み的に台湾にこう、はい、入国して、それでマスクをプレゼントされましたとか、なんか日記風にね、Facebook に書いてたんですよ。それが、何やってんの？台湾の人の迷惑でしょ？台湾の税金使って、あんた何やってんの？みたいに、めっちゃ炎上してまして、いや、本当にそうなんですよね。うん。ということで、この影響は、どんなところに出るのかっていうのを見ていきます。まず、台湾人は日本人、親日国、親日家として有名ですが、台湾人の日本人を見る目はこれによって変わるのか。はい。あと、この編集員は処分されたりなんかあるのかしら。もう一つは、朝日新聞発行部数への影響はあるのかしら、っていうところを見ていきたいと思います。まず、台湾人の日本人を見る目はこれで変わっちゃうのかしら？なんか影響はあったのかしら？台湾の人たち、この不謹慎な日記を見てしまったりしたのかしら？ね、どうでしょう。あ、そうだ。ちなみに、今日が3月23日なんですね。3月23日の夜中で、数時間前にその Facebook のページが、不愉快で不謹慎なことをしてすいませんでした、もうこの日記やめますみたいに終わりになってます。この炎上を受けて一応終わりにはなってます。そのリンクも貼っときますね。はい。はい、ズバッと出ました。ですね、過去、近い過去のところでもうすでにあんまり日本のことを警戒してるのかな、日本好きっていう感じがもうこの出来事以前から始まってますね。現在もラバーズの逆、将来も力の逆なので、今回のこの出来事はあんまり関係なく、ちょっと過去から日本に対する不信感みたいなのは、なんかわからない、何考えてるのかわからないとか、そういう気持ちはちょっと前からもうすでに芽生えてたみたいなので、今回のことを気にっていう感じではなさそうです。なんでしょうね、日本の対応とか、何か不満とかがあったのかな。で、次、この委員は処分されたりするのかどうか。どうかね。組織としてやってたなら、個人の判断でやったならあれだけど。まあ、正も逆も見ます。じゃん。処分はされません。はい、ズバリ。前から悪化してた。で、これ、されない。されるどころか、むしろ英雄的な行動力があるねー、みたいな。褒められるかもしれない。で、朝日新聞発行部数への影響はあるんでしょうか？そのくらい、これは日本人にダメージがあったのかな？はい、ズバッと出ました。短期間の将来を見ると、今のまま頑張って耐えるかな、影響はないかなって思うんですが、長期的1年くらい見ると、
減りそうです。うん、今回の影響はありますね。周りの環境、周囲の人がどう見てるか、ジャッジメントの逆なので、全く評価してないです。うん。なんかよくわかんないことしてくれたな、みたいなのが予想以上に広まってそうですね。で、対策とか注意点、ムーン、月のカード、不安なので、このじりじり不安かな、朝日新聞全体の今後が心配ですね。でもこう、とかって一気に、急激に減るわけじゃなくて、なんか、じり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 って減りそうです。うん。はい。以上になります。ね。私も言葉にはなるべく気をつけたいと思います。ね、ふとした時に出る言葉とか怖いですよね。気をつけます。はい。ではね、バイバーイ。